今日も暑くていい天気です。参りなさい。いやーいい天気です。いやもういい天気よすぎて、お始まってる。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。暑いね、はい、暑い、もう真夏ですね。今から体が慣れるかしら。やばいよやばいよ本当、はい、で熱中症、はい、苗もねやっぱり夏とともに減らしてはいくんですが、なんでね、あの前も言ったように少し気持ち落ち着いて、金額が落ち着いてます。安く買えるものが結構多くなってきましたんで、まあ減らすといっても顔ぶれは少しずつに、変えながら100円振りを中心に苗は仕入れてきておりますので、それまで150円だったペンタスとかね、この辺、100円ですんで物もいいですし、はい、これはねカンカン照りというよりは半日陰ぐらいのところが好きです。秋、これから秋までね、そういうところだったらしっかり持ってくれます。日陰ガンガンは下げてね、日陰、日向ガンガンは下げてくる。ポリウスの、ね、色合いがすごいいいところ、いろんな種類が入ってたり、この黒ずんでるものがね、なんか、まあ、あんまり一緒に植えてもらうといいんだけど、これだけがちょっとなかなか苦手って人も多いですね。色が赤っぽい黒っぽい、ものだけを選ぶっていうのはちょっと苦手な人が多くて、いろんな色を一緒に混ぜたいわっていう方が多いんで、こういう配色のいいやつ、すごい伸びますね。あ、ボリュームが出てきますはい、久々のジニア、これなんかもね、ずっと150円売りじゃないとできないかったと思ってて、なかなか仕入れられなかったんですけど、今日はモリモリしたいいやつ、ジニア多分最終になるかなと思います。はい、また秋は秋で出てきますけど、とりあえず1回終わりそうですよ。はい、病気に強い、まずね、日々もいろいろありまして、いろいろ生産者も考えてます。生まれつき病気に強い、ね、いいですよね。病気とか、あとこういう、暑さに強いとか、日々もいろいろね、改良されてる方が元気です、いいです。まあ、そんな中で、まあ、これがまあ一般的でも1日全体が強いんだね。これは突破です。はい、24個入って1500円ね、24個入って1500円のが2ケースであります。はい、2ケース、はい、2ケース。私は個人的にね、ボロボロ落ちるし、あんまり掃除が大変でね、あれなんです、好きじゃないんですけどね、暑さにはね平気です。意外とね、植えっぱなしで大丈夫です。ただ水大好きなんで、水は切らさないで、しかも切らさないんですけど乾燥気味がいいです。難しいでしょ、難しい、切らしちゃいかんけど乾燥が好きです。はい、エキナセアは、普段もう300円とか300円以上なんで、ちょっと安くなったタイミングでしか入れられませんが、こんな色がいろいろ入っているミックスです。エキナセア、これは非常に切り花高いってね、社長もずっと言っておりますが、高いんです。声が多かったんで、一ケースまた6分じゃないとちょっとね、ボリューム的に状態も良くないんで、こちらのが入ったら入れますよってことだったんですけど、今日入れられました。あら、これは安いです。でもね、苗はね、作ってる方が少ないんですよ。ここの石田さんのこれじゃないんです。はい、はい、そしてね、もう野菜はね、もうそろそろね、うちは入れてません。何人か声はいるんですけども、でもこの青じそ、このね、やっぱりこれからおそうめんにしたって何にしたってね、この辺の大葉を刻んで入れるといいです。その中の今日はね、この芳香大葉、香りがねかなりいいみたいですよ。
落合さん、野菜苗の落合さんで、こちらこのポップが目印です。はい、すごいいい香りのする青汁です。そしてこちらも同じ落合さんのバジルね、可愛いポップがついておりますので、これ目印にしてください。はい、ホームセンターのベッドまだね、夏野菜もうもうそうですね、一般的な野菜の苗はちょっともう、でもあの2種類は結構面白いと思います。どさくさまにトマトも、あ、これポーチラカね、今いいですよ、すごい。これもね、本当に皆さんにご紹介したいんですけど、いろんな色あって本当に暑さにはもう問題なく、飾ってられますんで、水だけしっかりあげてくれればいいという、暑さ知らずって感じですね。はい、そしてね、朝顔を待ってる方もいるんじゃないかな。これ日本朝顔です。日本朝顔と普通の朝顔どう違うのっていうツッコミは、なんか二色絵だとかね、すげえこの青綺麗なんですけど、本当だ、何か本当かじゃないや。ただね、この後ね、4色植えっていうのが出てきてね、これ買っちゃった後だからごめんなさい。あ、そう、これは2色植えで、これ2色植えで、しかもね、日本朝顔と朝顔っていうのがね、分かれてて、ちょっとそこは一回勉強し直します。同じ、あ、もう昼になっちゃってるから昼顔でダメだ。あ、また明日の朝、うん、で今はまだ安いですからね、ちょっと場所によってはこの倍ぐらいで売ってるんじゃないかな。1500円が相場らしいですよ、場所によっては。はい、はい、こちらね、内田さんのアメリカンブルー、ここのじゃないとこんなにボリュームはないです。内田さんのアメリカンブルーはこんなにマンホールぐらいね、いつもね写真撮ってありますが、インスタの方で上がってます。すごい、大丈夫です。はい、肩も大丈夫。ここまで来てもらっていいですか。はい、ハイディスコスを、はい、ハイディスコスのスタンド自体でですね、こちらはね、ここの方だけ、ニキさんかな、ニキ園芸さんの赤、レッドスターですね、赤の代表的な品種になっております。スタンド仕立て、すごい綺麗、赤がいっぱい、黄色の方がね少ないんですよ。前もね、黄色少ないよっていうところでご紹介したんですけど、ハワイアンイエロー、はい、こんな味です。数年前に買ったどうこれが前にほら、どんどん肥料薄めのやつどんどん上げてね、あ、そうですね、すげー咲いてきましたよ。咲いてきました。そうなんですよ、肥料をやってないわ最近って方はぜひ本当にすぐあげてください。もう毎回水にね少しずつ溶かしてあげてもいいぐらい、肥料大好きなんで、じゃないと咲いてこないですからね、終わっちゃいますよ。でつぼみが出てきても黄色くなってすぐ終わっちゃったり、咲く前にね終わっちゃったりしますんで、ここだけ、肥料やってます。はい、そしてね、待ってる方は多いんですけど、非常にギボウシが少ないです。これしかも花が咲いてきてるギボウシです。ギボウシがね、もうここ数年激減です。なかなかこういう大きいのは出てませんので、入れたくても入れられなかったんですが、ごめんなさいね、今日一発だけです。はい、ギボウシです。はい、観葉もね、この15月がようやく安く、あんまり良くないけど、でもこれはしょうがないね、ようやく安くなってきております。観葉の尺鉢、15鉢と呼ばれているものだけは少し安くなってきております。数が出てきてるんですね、これも気に入って。はい、白竹です。まあそこでもいい。じゃあ、ちょっと大丈夫。はい、コルジリネのダズラデライト、これ赤はねよくあるんですけど、グリーンのこのコルジリネすごいでしょ、暑さにも平気ですからね、綺麗。冬ダメだよね、かっこいいのも使ったら冬ダメだよ。あ、そうか。まあ、10年目に
は大丈夫なんですけど、ちょっとあの少しずつ寒さは少し弱いんでしょうけど、少しずつ慣らせば大丈夫です。ちょっと真冬だけはね、室内に入れてあげた方がいいかもしれない。はい、神戸行くよ。神戸鹿児島じゃないんだね今ね。鹿児島もないし、八丈島もないらしいですよ。あ、そうなんだ。メインだった今これがね、神奈川って言った神奈川見せました。こんな知り方ないですよ。この今年、去年ぐらいかな、フェニックスロメがね激減しております。で、八丈島だったり、九州だったりガンガン出てたんですけど、今ほとんど入荷がない、もしくはあったとしてもホームセンター直通になっております。そうなんだ。ないんです。あの市場に来ないんです。注文しないと。で、めちゃ高なんです。で、1週間2週間前から注文しないと入らなかったんで。ロメね、ロメです。昔はね、ロメ本当バンバン入ってたんですね。ちょっと重たいからそこに行って置かせてもらおう。ちょっとごめんなさいね、持ってきるんじゃない、持ってきてもらおう。そうそう、安くはないんですけど、ただあの何か大切じゃないとなかなかこの値段は成り立たないので、一応ね、白の器、ちょっとね夏バージョンでこんな色の入ったのが売ってます。サボテンです。大きさは 3.5 号ぐらいですね。はい、こんな感じです。貴重なのもあったりするね。はい、そしてこれはね、こんな感じでおしゃれなものがあったりするんですけど、700円、全部700円ついてますけど、ものによっては1500円ぐらいの価値のあるものがあったりしますからね。なかなかないんじゃないかな。はい、もう値段一緒にしちゃってますが、はい、ここの方は花井園芸さんかな。花井園芸さんで、こういうね、ちょっと面白い多肉っぽい、植物をいっぱい作ってる方です。もう品種名書いてある。ああ、そうですね。ああ、本当だ、ご丁寧に。ありがとうございます。そっくりだ。ね。はい。はい。はい、もう待って、1個ずつしかないですからね。はい、あ、出た。今日の、はい、はい、お待たせいたしました。今日は何を？マリーゴールド。マリーゴールドさん。皆さんマリーゴールドね、もう知ってますよね。麦わらのでしょ。俺も社長多分言ってると麦わら帽子かぶって登場するんじゃないかと思ってたんですよ。マリーゴールドどうしたんですか、問題。注文？これがね、そうだ、たまたま今日注文で、多分公園とかに、あーっと植える、毎年ね、時期になって20ケース、30ケースとかになるんですけど、まあ、マリーゴールド一番いいですね。まあ、暑さにも強いし、まあそうね、この時期はペチュニアより日日よりマリーゴールドが一番、うん、おすすめするな、楽ですもんね。楽ですし、だから元気すると思いますね、なんか明るいし、うん、やっぱ黄色オレンジ系のね、このビタミンカラーがいいし、一緒に植えとくとね、病気とか虫、まあ虫も限定して、なんだっけな、線虫っていう虫、うん、作るのを防いでくれるらしいので、野菜とか花とかと一緒に植えてあげるといいらしいですよ。土の中にいる虫ね、そういうのを根と葉っぱから成分をちゃんと出してくれるので、そういうのも必要になってるんで。そうなんです。1年草で1年草でね、どん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 いいんだよね。確かにどんどん切っちゃって終わったら、花終わったらこの辺からバキ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 切っちゃうんだよね。折っちゃうか、もう折って取って取って取って、まあ、そうですね、切ってください。どんどん入るよね、本当に秋までね。で、いろんな色もありますし、
で今ね、ちっちゃい種類もあったりはしますし、こういうまん丸いのね、今日うちにはないんだけど、アフリカンチってもっとでっかいのもあったり、そのうち多分入れると思うんですけども、入れるか、入れたいなと思います。高いじゃん、アフリカンの。ただね、今やっぱり出てきてるから高かったんですけど、少し様子見たら安く入れられるかなと。100円ぐらいで頑張ってみます。おじさんの汗。いや、そこはいいんだけど。あ、違う、ごめん、聞いて、ミゼルもあるんですね。ミゼルもあります。あ、はい、ケースで1500円もありますし、1個100円でも出ますし、はい、はい、まあ、あります。ものは強いし、お得だし。そうなんです、マリーゴールド今おすすめですよ。これから秋終わるまで、まあ今だったら本当にもう冬終わるぐらいまで、今年いっぱいぐらいまで、いや、行く行く、全然行く。どんどん本当に切り詰めていってくれれば、どんどん秋までどんどん咲くで、俺なんかそうだよ、秋まで咲かしといて、最後は、はい、ここに跳ねて、跳ねて、でも最後の最後、最後の最後、本当に最後、うんうん、育てないで、種が出来上がる前にどん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 終わったらつまんでいくんですけど、つまんでつまんで、ここに種ができるんですよ、黒い筋状、筋のね、それを私は、まあ、もう10年前ですけど、種だけ取って、種を取って、そのジップロックに保存しておいて、春になったらそれを撒いたら、うんうん、もう出てきた、普通に出てきた。売っちゃおうかと思った。売れねえけど。じゃあちょっと来年の春もね、期待しながら、今年いっぱい楽しんで、そうやってちょっと種を採取してみてください。でこういうね、4本しっかり立ってるのってすごいお得ですよね。本当だ、4本もちゃんとしっかり。でこれはたままあね、こうやって1本でしっかりしたものなんですけど、全然4本の方がお得じゃないですか。これでいいんですけどね。太くてしっかりした、これは4本、まあ仕入れるよりもタイミングによって、ごめんなさいね。これ両方とも100円。あー、ケース今日はケースで、これも2000円でっていうところで、ちょっと注文ですけど、こっちの方が得です。ただね、ほら見て、これを多分ケースやると、オレンジとこの色しかない、黄色はないよとか、そういうちょっとねバランスがあったりするんで、そこら辺合えばね、ニーズと合えば、なかなかね、こんなにいっぱいね、植える庭なりプランターなりをお持ちの家はね、なかなかないですけどね。そうなんですよ、黄色が人気で、やっぱ黄色だけ手に入れたいって人が多くて、なかなか黄色が激戦なんです。だちょっとよりこんな感じで、1年草だけど種で増えるよ。ぜひやってみて、やってみて。はい、この後全部巻きゴール、この後全部割りゴール、すげえな。アイミョンだっけ、なんだっけ、アイミョンさんね、割りゴールいいっすか、香りが、香りがします。で、とりあえずおろさないです。あとコチョウランだけあと、これ全部注文なんで、あれコチョウランなんかデータ上ではもっといっぱいあったけど、あ、注文のはもうおろしたのかな、先に。でもあと5本勝ちが1つぐらい使った、昨日持ってきてくれたんですよ。あの手のやつね、これだけですね。うん、はい、はい、そんな感じで、マリーゴールドこんなに入れることはめったにないので、今日はね、おすすめでもあったマリーゴールド、マリーゴールド臭が、臭って言うと匂い臭いみたいな、マリーゴールドのいい香りが車に流しております。こんだけマリーゴールド買うことめったにないんで、買い占めぐらいの勢いで、はい、コチョウランもね、あとじゃあコチョウランのちょっと気になってる方もいると思うんで、って言うんですけど、やっぱり爽快があって、今年、今月のこの最後の週、はい、でいろいろまたして、発表されて、7月の頭ぐらいにはその社長の入れ替えだったり、多いね、すごく多いよね、はい、上司的な取締役的な形の入れ替えで、部長らも5本立ち、もしくは3本立ちの並べ、ちょっとやっぱり立派なのを送りたいっていう方が多いので、その辺の上位クラスの部長らがかなり動きが激しいです。もうお値段言ってらんないから、どんどん抜かれちゃう感じですよね。まあ、その中でまだね、なんとかお願いすれば5本立ちも売れてもらえそうだし、
そのあのちょっと行き当たりばったりだと怖いので、早めにご注文いただければ、はい、はい、来週とか再来週とかなんですね。就任祝い、社長就任祝い、ね、その辺が多い、確かに多いもんね。ここの我々の1階に行ってる FAJ さんも、あれ、あ、社長は変わってないや、なんかいろいろ変わったよってアナウンス来てた。だから、うちからあげないといけない、買ってあげるって、そうそう、買ってあげ、買って差し上げてます、ちょっと見方、はい声がちっちゃくなっちゃうじゃないかはい、そんなわけで、はい、まあミディなんかはね、ちょっとお買い得なものがちょっと、はい、あったりして、可愛いね、先売れますね。そうなんです、ね、この器はね、陶器で食いたいようなのさ、栗田さん買ってますよ、みたいな。あ、そうだそうだ、ごめんなさい、じゃあ話前後しちゃいますけど、マリーゴールドはだから秋ぐらいまで出荷もあるんだよね、うん、出荷はあると思うんですけど、ただ1回終わると思います。ああのこの夏中心に1回ガーッと生産者を出して、うん、ここから減ってくるんじゃないかなっていうドキドキ。で相場は今週ちょっと、や、今週安かったぞと、だから今買いだぞってことですね。はい、そういうことです。で、胡蝶蘭は今言ったように総会があるから早めに手配してくださいと。 そうですね、その他全体としてはどう？全体としてはね、まあ花味はあんまり皆さん、花屋さんもそんなに時がないので、うん、はい、確かにお値段出てません、はい、まあ、相場ぐらいで取引されてまして、うん、あと胡蝶、観葉、うん、観葉が少し、そこもやっぱりあんまり動きが鈍いんでしょうね。ちょっと数が出てきた分、うん、ちょっと相場が落ち着いたり、そうなん、活発じゃないんですか、下がってきてます、だからまあ欲しい方は今買いかもしれない、うん、うちもねちょっと尺八でやってくれないんですけど、うん、フリーで入れたりとか、うん、あと7号8号、まあ、そのあと6号その辺のね、かなり、買いやすい予定なんで入ってます。はい、うわ、分かりました、うん、あんまりね、あんまりうちもかなり、ね、そうね、我慢ってやつです。我慢、はい、そうですね、我慢しながら、うん、ちょこちょこつまみ食い。なので、そう、本当欲しいものがありましたら、切り花も鉢物も注文してください、はいはい、そんな驚くような金額にならないよってことですもんね。そうですね、そうです、注文しても、はい、はい、そんな今は特別な問題限りも、うん、なりませんので、分かりました、安心してご注文ください。はい、分かりました、今週はこんなもんで、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。大汗の佐々木くんでしたもう一回帰ってきてるんですよ、一回シャワー浴びてきてるんですよ、すいません、はい、ありがとうございます、またね、来週で。